ボイズ TV。 はい、こんにちは。今回はですね、福岡県にある JR 博多駅に来ております。今回はですね、博多駅から特急湯布院の森3号に乗って終点の別府駅まで行きたいと思います。特急湯布院の森は JR 九州が博多から湯布院別府間を鹿児島本線、九大本線、日豊本線経由で運行している観光列車で、1989年から運行している列車です。特急湯布院の森は1989年に登場したキハ71系と1999年に登場したキハ72系の2種類の車両が走っています。今回乗車する特急湯布院の森3号には1989年登場の旧型車両キハ71系が使用されます。こちらがですね、今回乗車する特急湯布院の森3号の特急券です。始発駅博多から終点別府まで乗車します。博多から別府まで3時間13分の乗車です。それでは博多駅に入っていきましょう。JR 博多駅の北改札口までやってまいりました。今回使用する乗車券はぐるっと九州切符ですね。こちらの乗車券で改札の中に入っていきたいと思います。今回乗車する特急湯布院の森3号10時24分発別府行きは5番線ですね。5番線に行きたいと思います。こちらがですね、今回乗車する特急湯布院の森3号に使用される JR 九州の特急型機動車キハ71系です。1989年に国鉄キハ58系や国鉄キハ65系の足回りを活用し、車体は新造され、正式には1989年に改造された車両ということになっています。 JR 九州の観光列車の中でトップクラスの人気を誇る列車で、鉄道ファンに限らず日本中で知られている有名な列車です。30年以上前に作られた車両とは思えないほど斬新なデザインですよね。私が指定したのは2号車です。2号車乗車口から車内に入っていきたいと思います。
生活不足です。
5分で天ヶ瀬に到着します。天ヶ瀬温泉は豊後三大温泉の一つで、1300年も前に開かれた名湯です。天ヶ瀬温泉の露天風呂、天ヶ瀬の滝です。皆様も描かれた場所を探しにお出かけになってはいかがでしょうか。天ヶ瀬でお降りのお客様、お忘れ物をなさいませんようお気をつけください。
列車の進行方向右側、先頭車両1号車のお客様より順に高さ30メートル、ジオの滝がご覧になれます。神秘的な雰囲気が漂う滝の横には、先ほどご紹介した伝説にちなみ竜のオブジェがあります。これより3号車、4号車のお客様はご覧いただけます。こちらの滝は天ヶ瀬町と楠町の境に位置し、豊かな水しぶきを立てながら豪快に流れ落ちる光景が魅力です。されました。楠町では九州でただ一つとなった鉄道遺産を未来に残そうとする活動が行われています。豊後森機関庫のご案内でした。列車は途中の湯布院駅までやってまいりました。湯布院では乗務員交代を行うため5分ほど停車します。ほとんどの特急湯布院の森は博多から湯布院間の運転なんですが、私が乗車している特急湯布院の森3号は別府まで運転されます。
下に到着をいたします。降り口は右側8番乗り場の到着です。大分から乗り換えのご案内いたします。佐伯延岡宮崎方面の特急西臨15号宮崎空港行き14時6分4番乗り場、普通電車の臼杵行き13時45分2番乗り場、小倉回り特急ソニック36号博多行き14時11分1番乗り場、普通電車の木月行きは13時50分5番乗り場、高知線豊後武田行き13時50分6番乗り場です。大分に到着をいたします。開くドアと足元にご注意ください。忘れ物ないようご注意ください。博多から3時間13分、終点の別府までやってまいりました。
今回はですね、博多から別府まで特急湯布院の森3号に乗ってきたという動画でした。博多から別府までは今回乗車した特急湯布院の森3号が発車した約1時間後に出発する小倉周りの特急ソニック19号に乗車しても別府駅に到着する時間はほとんど変わらないんですが、博多から別府まで全区間乗られているお客さんを多く見受けられました。やはり有名な観光列車ということで、移動を楽しむのに適した車両ということが分かりましたね。また走行する九大本線も景色が素晴らしい路線でしたので、皆さんもぜひ特急湯布院の森に乗ってみてください。今回の動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。